ドラムセットを演奏する。ドラマードラマーは、太鼓、ドラムセット、マーチングパーカッション、ハンドドラム、カウベルなどを演奏する人物のことである。打楽器奏者という単語があるが、ドラマーと区別するために使われる場合及び、ドラマーを含め広い意味では何らかの打楽器の演奏者を意味などの意味があるが、多くの場合は、クラシックやラテン系打楽器の演奏者を指して、使用される。ロック。 ポップス、ジャズなどを演奏するバンドの大半はその一員にドラマーを有している。彼らの主な役割はビートを刻み、リズムをキープし、曲の合間でフィルインを演奏することである。類似の言葉でドラムテクニシャンはドラムの設置や調整を行うもののことでドラムの演奏が上手なドラマーを指す言葉ではない。 フランス陸軍アルペン両兵の腰自動車による物資輸送が広範囲に普及する以前はドラマーの演奏は戦場において重要な役割を担っていた。ドラムの規則的なリズムは行軍速度を緩やかにしフルート等の管楽器の伴奏とともに戦場での兵士の士気を高める働きをした。またパレードや越平式、懲罰前のドラムロールを含む 様々な式典や祭典でも働いていた。いくつかの事例では、ドラマーはそれらの刑罰を管理する任務があり、鞭打ちの刑で鞭を振り下ろす速度の調節などもしていた。現代の軍隊における古手は、戦場ではなく、軍事式典で演奏する役割を担う。通常、中隊に所属しているラッパ主と古手は、サージェントドラマーの下に集まって、 連帯か大体のバンドと共に交互に更新曲を演奏する。ヨーロッパと同様以上に軍隊音楽は東洋での伝統として確立されていた。13世紀後半、オスマン一世がトルコ軍のビザンチンとの国境司令官に任命された時、彼はセルジュークサルタンによる楽器の異常によって象徴的な就任をした。 オスマン帝国では最高司令官の地位が軍楽団の規模に反映されていた。最も大きいものはサルタンのために確保された。様々な打楽器を含みトルコの一般的な風習として始まり、そしてそれはウィーン包囲の後ヨーロッパの軍隊音楽に広く採用されるようになっていった。いくつかの言語においてバスドラムは今もなおトルキッシュドラムとして知られている。 手首を激しく動かすことから、検証炎になりやすいと言われている。また、長時間椅子に座ることから、椎間板ヘルニアなど、腰を痛めることが多いとされている。ありがとうございます。